何してんの楽しい弾くんだけど。いやでも楽しいよブン、ハロー YouTube、 どうもデカキンです。デカキンの自宅でのおすすめの過ごし方はこちら、ドンジャラをすることです。リーチ、うわ早っ、マジでリーチ、はい、はい、引いて、いやいらん、できすぎいらんわなにドンジャラジャイアン、ジャイアンジャイアンの一色じゃん。皆さんもぜひお家で楽しく過ごしてください。バーイ。皆さんこんにちは、ひまわりチャンネルのママちゃんとおーちゃんとババです。ひまわりチャンネルのおすすめの自宅での過ごし方は、はい、お菓子作りです。イエーイ、わっ、あまおう、美味しそう。頑張れ、頑張頑張、失敗し、こんなもつだからね。お家の中で楽しめること、いろいろ見つけて、みんなが元気で過ごせるようにやってみてください。おいしいよ、おすすめだよ。はい、どうも、ラジオライドのペコです。僕のおすすめの過ごし方はズバリ、音楽を聴きながら動画を見るというものです。で、もうお布団ですよ。お布団が最高なんですよ。こうね、もうお布団にこもって楽しむことで一日過ごせるというね、このもうパソコンとスマホだけあればできますからね、これね。バカーン、アンです。ジョーです。2種類の腹筋を1分ずつ続けます。ぜひ皆さんも一緒にやってみてください。レッツゴー。足上げ腹筋1分いきます、スタート。5 6 7 8、2本目、ニーツーエルボー1分、よーいスタート。7 8 9 10、みんなも一緒にやってみてね。バイバーイ。山本で私なりの自宅でのおすすめの過ごし方をご紹介。引きこもってひたすらゲームしちゃいましょう。プロジェクターでお家を特別な空間にして楽しむ、スマホゲームしちゃう、漫画を読む、部屋の片付けとか親の家事の手伝いをして親孝行もしちゃいましょう。踊っちゃう、意味わからんぐらい早起きしてみる、お菓子作ったり料理研究してみたり、時間がある分いつもと違うことをしてみると新鮮でいいかも。よかったらみんなもやってみてね。そしておうち時間も楽しもう。自宅での過ごし方は、おうちカフェしながら海外ドラマを見ることです。今はとにかくウイルスにかからないように、そして移さないように一人一人が気をつけることが大事だと思うので、皆さんもぜひ夢中になれるようなものを見つけて、おうちで楽しい時間を過ごしてくださいね。